どうも皆さん、おはろーばんは、せつです。バイオハザードリベレーションズ2。今回はね、レイド4モードの方をやっていきたいと思います。レイドモード開始します。レイドモードは初見ですね、これも。まあ、前作のレイドモードはね、やったことあるので、まあ、そういう感じかなっていうね。まあ、なんかこう、いろいろステージ選んで、敵を倒しながら目的地に行くって感じかな。私が生み出した完璧な戦闘シミュレーションシステム、レッドクイーンアルファへ。では早速実験を始めましょう。あなたの活躍に期待しているわ。お、レッドクイーンアルファ、あれだね、バイオハザード無印の映画の方ですね。あれ、レッドクイーンって出てきたもんね。でね、ちょっとオプションいじって日本語にしています、今回は。レベル制限チャレンジ。2015年10月19日6時 UTC まで。ん？なんだ？毎週出題されるチャレンジミッション、できるだけ低いレベルでクリアしろ。全プレイヤーに同じミッションが配信されます。クリア時点のレベルが低いほど、高成績になるんだ。レベルは出撃画面で変更可能。イベントは都合により、早期終了することがあります。ジネットのね、イベントページをご確認ください。ダウンロードコンテンツ思ってないんだよね。買ってないんだよね、多分ないと思う。おお、出てるな。俺、左上にアイコンと私の名前がありますね。ゲームの終了。あ、ここで終了できるんだ。すごいね。このキャラクター何？これレッドクイーンなの？これが。すごいね、これ。なんか、なんだろう。写真がいっぱいあるよ。ん？この写真見たことあるぞ。今までのステージの写真じゃないか。バイオ6とかもあるよ。ステージで。なるほど、このステージなんかな、写真をこう見て入り込むみたいな、そういうやつか。これはなんだ、編成。おお、クレア、バリー、モイラ。すごい、なんか遅い、出るのが遅いぞ、キャラクター。ゲーブ、ペドロ、ジーナ、ウェスカーとハンクがいるよ。すごいね。じゃあ、そうだね、クレアでいこうか。武器はこれだけしかないんだ。スキル、なんか特にこうできるようなやつはないね。これでいいんじゃない？お、クリアだ。赤い扉から出撃する。出撃メニュー、メインミッション。あ、戻れない。これか、これでいいのか。敵を倒せ、出撃。これでいいよ。の、ミッションスタート。ここ、バイオ6のステージじゃん。ジェイク編だね。なんか、あれ？何も落ちてない。時間、制限時間とかないか。お、この音楽は懐かしいっていうか、バイオ6のあれじゃん、マーセナリーズの音楽じゃん。すごい。お、いるじゃん。何も持ってないよ俺。手に何も持ってないけど、何か投げようとしてる。まあね、なんでね、このレイドモードをね、今やるかと言いますと、なんかイベントがね、あってるみたいで、それがね、ちょっとしたくて。
今やってます。何か落とすってわけじゃないみたいだ。よし、じゃあどんどん倒していこう。ジュアボが出てこないよね。危ない。オッケーオッケー。これ後ろから。いいね。攻撃は遅いぜ。そう、油断しちゃったな。別にナイフで倒す必要ないこれは。よし、やっちゃった。なんだ、なんか左の方でファーっつったけど。狙いにくい。よいしょ。アイテムはないな。あった、危ない。お、ここが鍵がない。なんだ、リスポーンしてるのか敵が。あ、ちょっとむずいな。オッケー。レベルが低いからね、こいつら弱いな。お、鍵がある、取ったよ。こいつら開けて。これはなんだ、なんでこれ、何を取ったんだ今、わからない。どけ。これはレコード、カタログか何かかな。よし、おねんねしてな。こっちにもあるぞ、いっぱいある。ショットガンかな。オッケー。よいしょ。鍵を拾った。アイテムがここにある。ハンドガン、いっぱいだな、取れない。鍵取ったからここ開けて。あ、いるぞ。せい、フレアキック。他に、あ、そっちか、倒した。ダイナミックエントリー、いろんなとこからリスポンするね。これオッケー。これ蹴り一発でこれ倒せるじゃん。巻き込んでいこう。よし、サブマシンガン使っていくか。オッケー、巻き込め。無理か。よし、いいぞ。なんか光ってなかった、気のせいか。おっと、びっくりした。でかい、めっちゃでかいのいる。お、いいぞ、とどめ。よし、スローモーションだね。よし、倒した。何か落とした。違うな、これもいっぱいいるよ。すげえいいスポーンしてる。
そうさせねえぜ。俺の勝ちだ。全滅させたね。これでクリアなんじゃないかい。取った。これ取れない。よし、ミッションアコンプリート。クリアバッチ。レギュラーミッション、違う、レギュレーションバッチ。ノウハウガールバッチ。ジェノサイドバッチ。コンプリートバッチ。レベルが上がった。スキルポイント、これ何かな。レイドの始まり、初コンプリートバッジ。レイド用のジェスチャー、喜び。こんな感じか。ああ、なるほどね。オッケー。何かイベントがあるのかな。アイテムの鑑定。ミッション中に宝箱から手に入れたみかん定アイテム、かっこレコードはそのままでは使用できない。アイテム鑑定画面。拠点内のジュークボックスで、金メダルかな。それを消費して鑑定すると初めて使用可能となります。高性能なアイテムほど、金メダルも多く必要で、逆に言えばメダル必要額でアイテムの価値をある程度推測することもできる。なるほどな。このジュークボックスか。鑑定。右上にありますね。まあお金みたいな感じか。じゃあね、そうだな。これショットガンだね、これでも。これ全部いけるんじゃない?鑑定完了。あ。タップ19894。ショットガン手に入れた。鑑定士。トロフィーをゲットしたぞ。これはなんだ ?P10。ほう。ゲットしたぞ。これ、する必要あるかな?一応しとくか。よし。OK。鑑定完了だ。OK、これ、ちょっといちいちちょっと長いんだよな。まあそうだね。これ回線がね、最近ネット環境が悪い。なんか右上になんか出てる。はい、ということでね、今回のバイオハザードリベレーションズ2、初レイドモード、これにて終了といたします。また次回もね、よろしければ見に来てください。それじゃあまたね。